お二人ともね、25本だったということで、ちょっとパターンなんか聞いてみたいと思います。アンさんからまずはお願いします。決勝中の25本って言ったパターン。決勝中の25本は、最初に、はい、マーシャルトーナメントの、1.5g の、グースのカラーは何でしたっけ？セバスチャンで釣って、で蛍光ピンクと白のマーシャルの 1.2 に変えて、でそれのローテーションですね、2つで、それをまたこっちに戻って、同じことをやって、ボトムから巻き上げを繰り返して、取りました。はい、ね、ということです。次言いました、カラスさん、はい、決勝は最初、ティアロの16の、なんすかな、卵の殻みたいな殻のグローの、うん、あれで捨てて、で魚が浮いてきたもんですから、途中からずっとアピラシの霊球で色を変えたり、いろいろ中層をずっと上から中ぐらいまでをずっと捨ててました。なるほどね。いや、お二人ともね、パターンは違えど同族25本ということで、見事でしたね。ずっとこう決勝中どこでもこう皆さん釣ってらっしゃるので、非常にハイレベルな。で3位のお二方も24本というね、素晴らしい評価だと思います。皆さんお疲れ様でした。ありがとう。はい、じゃあもう一度皆さん大きな拍手いただきたいと思います。おめでとうございました。